はい、グナビワールドアスレティックスが競技場に来ました。で今回はですね、ちょっとバウンディングの極意について、やっていこうと思います。ということでですね、今回のね、生徒で僕の講師としてやるんですが、なんと生徒はこちらの方です。こんにちは、グレートスプリンターこと伊藤です。彼はですね、実は追い風参考ながら10秒44をマークしてるんですけど、まあ、恐ろしくちょっとバウンディングが下手でして、ちょっとこれを改善すればもしかしたら自己ベストが出るんじゃないかということで、ちょっとね、彼のバウンディングを最初見てもらって、ビフォーアフターでちょっと重要なポイントとかをいろいろやっていこうと思います。いきます。これがちょっと彼のバウンディング。どうですかね、皆さん、これはだいぶ乱れてますよ、これ。ということで、さっきの踏まえてちょっとバウンディングをね、やっていきたいと思います。で、バウンディングやるときはまず飛び出すときのこの振り上げの足が重要で、この足に重心を、体重を乗っけるっていうのをイメージが大事です。なので、まずジャンプしたらちょっと左側に重心を傾ける気持ちで行ってください。こんな感じ、飛び出す。もう一つ重要な要素が振り上げ足。ついた瞬間に振り上げ足がここに通過してないと遅れてうまく次がさばけない。だから前に進まなくなってしまうので、振り上げ足を同時に素早く上げるような意識を持ってください。で、さっきは足を振り上げるやり方を言ったと思うんですけど、で、振り上げた足の向きなんですけど、いろんなチャンネルで言われている通り、足首は固めないとうまく反発が得られないんで、足上げるときにこういう足になっている人はぜひ修正をしてください。できるだけつま先を上げる気持ちでこう乗っかる、体重がつま先が降りてると反発が得られないんで、固める、上げた足を固める、固める。で、これは走りでも全く同じことが応用できるんで、ぜひつま先を上げる気持ちを持ってください。はい、今のを踏まえてちょっとやってみます。だと思うんですけど、なんか足りないと思いませんか？跳躍選手とは違う何かな、足りない短距離の選手が割とああなりがちなんですけど、あれなんか動き小さいと思いません？で、何が違うかって言ったら、骨盤の動きがあれはなくて、骨盤が固まった状態で飛んでるんですよ。なんで骨盤を上下にこうやって動かせるように練習してください。で、バウンディングやるときは骨盤も一緒に動かして、着地に使ってあげる。だから着地するときは骨盤も持った状態で着地すると、体の芯に反発が入ってうまく捉えられるので、すごくいいです。で、ちょっと骨盤を意識してちょっとやってみます。うん、ちょっとやっぱ振り上げが遅いな、振り上げが。で、ちょっとさっきの、お前の見てて思ったのが、普通になんていうんだろうな、腕のスピードが遅いな、こうゆっくりこう出てる感じ。なるほどね。ここはもうめちゃめちゃ走るのと同じぐらい早く振らないので、ここのさばきは全部一緒。
違うのが、あの足こっちに重心を乗せる意識。だからこれの振り上げのスピードは走れるし、だから普通にこうやってやっていくと、やってたら多分全然違うと思うから、ちょっとこれそれでやってみて。はい。ちょっとさっきの意識でなんか腕振りまずちょっとやってみて、なんかサクサクサク、そうそうそう。で普通にそのままちょっと助走つけて走って、ちょっと勢いついたらこう足をペッと上げる感じで、そこはもうバウンディング始めてったら走りの流れの中でできるから、ちょっとやってみて。早いな。めちゃめちゃ早い、めちゃめちゃ早いな。今の良かったよ。どうですか？だいぶいいんじゃね？なんか最初マジで最初気持ち悪すぎて、ちょっと簡単に治るんだね、逆に言うと。あれはやらせてはガチっすね。うん、まああれで俺より飛距離飛ぶからね、この人すごい音。あれはガチ、あれガチガチやってましたね。これすごいよ、あれがバウンディングだとね。いや、なるほど。だいぶ骨盤のね、使い方が、あ、そう、よくなって、ね、走りの乗りもね、いい感じになったかなって思います。あ、もうちょい、なんか、あとは、なんかもうちょっと大きく使えれば、助走が多分速すぎてできないから、抑えればできるかもね、助走。そうね。簡単にいったね、今。まあまあ、垂直跳びは自信ある、ね。クリーン何キロでしたっけ？クリーン中100ですね。スクワットは？スクワットは、ハーフで190で、190、パラレルで170ぐらい。170？ やってます。俺は気違いですね、完全に。それ、飛ぶわ。まあ、だから基礎トレ大事ですよ、皆さんってことですね。